彼女と半年付き合って、まだ夜の痛みも仕事がありません。彼女も自分も、一度も経験ありません。これはいずれ別れる原因になることはありますかと。はい、そうですね。しましょう。はい。普通に相手と、例えば自分が一回もしたことがない、相手もしたことがないって場合は、それ言えばいいと思いますよ。アサーションって言うんですけども、お互い思ってることは言うべきです。例えば、デート行った時に、すごい自分が超絶緊張してる時にですよ。この緊張感が伝わったらダサいとか思って、いろいろさ、男ってこう、いろいろ策を弄するじゃないですか。一番この緊張感をなくす方法とか、デートを成功させる方法って何かっていうと、なんか緊張するねって最初に言うんですよ。なんか緊張するねと。でも今日楽しもうっていうふうに言うわけです。そうすると、当たり前だけど、初デートとかで緊張しない人がいないわけですよ。女性もそうだし、男もそうだしね。だって嫌じゃないですか？女性から見てさ、あ、女とのデート、あ、もう全然慣れてるみたいな。あ、もうこう行ってこう行ってこう行って、この後ホテルに行ったら終わりでしょみたいな。女男嫌でしょ？チャラチャラしてて。ね。だから、緊張してるっていうのは別に悪いことじゃないんですよ。でもそれを言わないとどうなるかって言って誤解されるんです。これがやめんですよ。緊張してるのに、相手から見たら不安なね、女の子から見たら、ね、男は緊張してるだけなんですよ。緊張してるだけなのに、あ、なんか話も全然してくれないし、リアクションも薄いから私のこと嫌いなのかって勘ぐっちゃうんですよ。相手も緊張してるから。だから一番最初にちゃんと言うこと。自分の状況、感情をシェアすること。で、本当に相手が付き合うべき、口説くべき、一緒にいるべき価値がある相手だったら自分がなんか緊張するねって言ったぐらいでは惹かれないんで。むしろ自分の素直な内面もさらけ出したことによって信頼感が深まるのが付き合うべき相手なんで、で、これができないと付き合う意味がないので、だからちゃんとですね、言った方がいいですよ。うん。おすすめはアサーション。夫婦カップルのためのアサーションって素晴らしい本があるんでよかったら見てみてください。切り抜きいかがだったでしょうか？この動画の概要欄の方から、今なら僕が作った D ラボ動画配信サービスですね。の無料の体験リンクと僕のオーディオブックが無料で聴けるリンク入ってます。よかったらぜひチェックしてみてください。さらにチャンネル登録のもお忘れなく。それでは、バイバイ。